こんにちは、作動親父です。今日はちょっと変わったソースです。私の愛車のプリウスのもう6年も乗った古いやつですが、カーステレオの音で、低音域の再生能力のソフトがありましたんで、それを再生して録音してみます。果たしてどういう風に聞こえますやら。この Q4N があんまり低域の録音特性が良くないので、低い方の音は入らないかもしれないんだけど、まあ一応傾向は分かると思いますんで、やってみます。 100Hz。90Hz。 80Hz。 70Hz。60Hz。 50Hz。 40Hz。30Hz。 今お聞きいただいたように、まあなんとか 30Hz がギリギリで聞こえるかなというところで、まあ質は良くないですけどね、まあとりあえず 30Hz までは伸びてると。だからピアノとかあのパイプオルガンなんか聞いても、まあそこそこの音はする。まあちなみにこのケンウッドのオーディオシステムは、アンプ、パワーアンプがあのデジタルアンプで、今 USB メモリーから今、入れてますんで、まあこれほとんどフルデジタルで、再生してるという状況です。でスピーカーはトヨタの純正の超安物ですね。あの鬼のようにマグネットが小さい、あの純正スピーカーです。そのままですんで、まあ参考になるかどうか、一応こういう状態です。ではまた。